どうも皆さん、おはようございます。ボクシングです。はい、ということで8月も終わり、9月に入りましたね。今年の夏休みは皆さんどうでしたか？フォートナイトもやった方もいればね、リアルで、充実した方もいれば、特に面白いことがなかった人もたくさんいるとは思います。しかしながら皆さん、月曜日から学校、またお仕事頑張ってきてください。ということで今回の動画はですね、ツイッターで募集した、まあリプを読むんですけども、今回のテーマはですね、夏休み8月で一番面白かったことを皆さんに、聞いてみました。はい、なんとですね、264件のリプが飛んできました。皆さんご協力ありがとうございます。 Thank you。 それではね、早速読んでいこうかなと思いますね。まずはですね、ヤマリン大佐さんね、仕事を辞めたことってやばすぎーってことで、絶賛ニート中らしいです今。僕のファンコミュニティの方なんですけどね、まさかのここで無職カミングアウトっていうことで、まあちょっと狂人の背も追ってます。はい。はい、続きまして、マイゴス先生の、お便りですね。寝落ち通話をいっぱいしたこと、羨ましいね。夏休みリア充、素晴らしい。僕も彼氏が、彼氏やばすぎまあそんな冗談を置いといて、まあ次のリプ読みますね。ボクシング信者さんからのお便り。友達を心霊スポットに、置いていって、歩いて帰らせたことですね。いや面白いと思うけど、その友達やばいでしょこれ。僕が歩いて帰るって結構もう怖いっすよね。心霊スポットに取り残されて歩いて帰るってかなり怖いなこれ。いじめですね。はい、続きまして、マシュメリオさんからのお便り。ボクシングの人狼札をいっぱい見れたこと。ボクシング大好き。できればね、フォートナイトも見ていただきたいんですけどね、最近ではなんか人狼札をやりまくってるせいで、人狼札の人だと思ってる人たくさんいると思うんですが、その通り、私は人狼札の配信者でございます。はい、なんかね、最近なんかフォートナイトちょっとプレイ時間がねちょっと減っちゃってるんですが、まあ理由としてはかなりあるんですよ。ちょっとね、今現時点でフォートナイトをたくさんやるわけにはいかないんで、もうちょっとね、時が来るまで待っててください。はい、続きまして、フリックさんからのお便り。夏休みが終わってしまったことか。悲しいことや、悲しい話これ。いや、8月でね、できれば8月で面白かったことね、一番面白かったこと言ってほしかったんだけどね、悲しい話出ましたねここで。次。はい、ということで続きまして、土の子さんからのお便り。ふわっち配信者に出会ったこと。あの人に会ったんすね。いや、かなりね、彼はね結構面白いと思うんですよね。まあ動画でもすごいね、僕の動画でも結構いい味出てたんで、まあプライベートでやって、もし行く遭遇する可能性もあるんでね、まあ結構面白い人狼札になるんじゃないかなと思ってますね。はい、続きまして、ミールシュンさんからかな、ミーシュさんかな、ちょっとよくわかんないけど、さんからのお便り。友達とフォートナイトしてビクロイできて、親に PSO を捉えたことかな。これはね面白いね。ビクロイやったぜ。あなた何ゲームばっかやってんの、ボッシュ。悲しいな。まあその後、まあ勉強をやりなさいってことなんでしょうね。夏休みはね、まあゲームやるのはいいんですけどね、必ずね勉強もしないとね、親からめっちゃ怒られるっていう感じっすよね。まあ僕は学生時代ずっとね、運動をしましたんで、まあ勉強しなくてもなんか、スポーツさえやってれば OK みたいな家庭なんでね、ちょっと皆さんとは違う環境で育ってきたんで、なんとも言えないですけど、やっぱりね、勉強はした方がいいっすよ、皆さん。確実に。続きまして、なぎくんさんからのお便り。特に何も。友達いないんでね。悲しいやつー、悲しい。いやー、友達はね、やっぱ
でいないっていう人はかなりしんどいな、ゲームだよな、うん、どうしたらね、うん、友達ができるか、これはねやっぱ自分を出すことが一番大切だと思う、うん、なんかそのやっぱり自分を作ると疲れちゃうんで、あの自分をね、その偽りの自分を出すとどん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 疲れていくんですよ。なのでまあ友達に自分のありのままの姿をね、まあ出して、なあ話も面白く、例えばゲームが好きだったらゲームでもいいんですよ。なんか学校にフォートナイトとかね、人狼殺とかやってる人たくさんいると思うんですよね。まあそういう話でね、まあ友達を作っていくのもありですよね。同じなんか趣味がある友達を、うん、だからね、友達はね、寄ってくるんでね、うん、趣味が合えば、だからそんな気にしなくていいと思うよ。頑張れ。はい、まあ、頑張れの話なんですけど、続きまして、トリベルさんからのお便り。毎年海でビキニのお姉さまを見ることです。うん、これもう変態仕様ですね。変態ですね、もう本当に。もうトリベルさん変態なんでね、皆さん。まあでもトリベイさんのいいところはですね、皆さん何だと思います？うん、知らない人はね、あのトリベイってあのカタカナで YouTube で調べてもらったら出てくるんですけど、まあそうですね、まあ滑っても傷つかないメンタルがすごいですよね。うん、もうやっぱり南極とかね、南極にいるのに半袖で歩いてるようなもんなんでね、トリベイさんすごいんですよ。まあ、本当に僕はリスペクトしてますし、面白いと思うんですよね。あ、逆にね、うん、一周回って面白いかなっていう。まあ一周回んなかったら面白くないって結構難しいんですけども、まあ単純な見方するとあんまり面白くはないんですけどね、いいキャラはしてると思います。はい、あんまりこうやってなんかふざけてトリベイさんのこと言ってるとマジで信じたりする人いるからね、うん、トリベイさんすごいいい人ですよ。はい、続きまして、ホムホムさんからのお便り。台風で看板が飛んできて店のドアに直撃して、ドアが大破して店がお休みになったこと、指さして笑いました、オーナー涙目でしたと、うん、噛んでしまったですけどね、最高でしたって書いてあります。まあその仕事してる人たちに関しては、まあ、やったぜ休みだぜみたいな感じですけどね、これ店長だったらもう泣いちゃうっすよね、オーナーだったら。いやー、僕がオーナーの立場だったらもう泣いちゃいますね、本当に。それ見て笑ってるやつはもうクビです。すいません、ホムホムさんはクビです。はいはい、続きましてみはるさんからのお便り。食中毒になったこと食中毒が食中毒になったことが8月で一番面白かったこと。いやー、なんかね、人の話なんで面白いなとは思うんですけどね、かなり危険ですからね、これ。死んじゃうパターンもありますからね、これ食中毒で。面白い。続きまして、4429さんからのお便り。久しぶりに中学の友達と会えたこと。いやー、これはね、すっごい嬉しいっすよね。僕もその中学生の時の親友がいたんですね、一人。うん、そいつはすっごいね、まあ大っ嫌いだったんですよ、小学校の時に。もう大っ嫌いで大っ嫌いで、こんなやつと友達になるかと思ってたらね、いつの間にか親友になってたんですね。で、その親友がですね、中学生の時にね、ちょっと悪さして施設にぶち込まれちゃったんですよ。なんか大変なことをおっしゃって、うん、それでですね、連絡等を取れずに、あ、もういなくなってしまったのかと、もうこいつとはもう一生関わることはないんだろうなと思って。そしたらね、大学2年生ぐらいの時になんか連絡がありまして、ちょっと新宿にいるから、ちょっと一緒に飯行かないかと、20歳ぐらいの時に言われたのかな。でね、会ったんすよ。ホストになってたわいや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 、僕の中ではね、もう全然そんな系、そういう系のね、ホストとかそういう系じゃない彼のイメージだったのに、髪はロン毛になっててね。で、なんか急に会ったらホストやってるって、
全く意味が分かんないよね。どうしちゃったのみたいな。もうそれっきり連絡はしてません。はい。はい、ということで、まあたくさんのねリブ来てた中ね、大半がね、まあちょっと YouTuber のボクシング CH を知ったこととか、ボクシングさんの動画をずっと 見れたことが幸せでした、すごい素晴らしいコメントがねたくさん来ててね、ちょっとこのリプを見てると涙が出そうなんで、皆さん本当にありがとうございます。はい、ということで、ちょっと喋るネタがないんでね、まあ中学生の自由研究テーマのね、まあベスト3を紹介していこう。まず3位、ウイルスとワクチンについて調べる。まあそのウイルスとなあ、インフルエンザ対インフルエンザのワクチンはどういう効果があるのかとかね、そういう研究が今されてるそうです。いや、やばくない？もう僕の夏休みの自由研究なんか川でカエルを釣ったことですからね、ただそれだけ。うん、はい、第2位、野菜の DNA を取り出す。いや、もうやば、何それ、 DNA を取り出すって何、どうやってやんの。はい、そしてナンバーワン、城を敵から守る、工夫や、歴史を調べるということで、まあ日本史は結構ね、見とくと面白いかもしれませんね。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。一日頑張りましょう。さようなら。